乾杯。どうでした？そうだね。なんかオリオンビールやっぱいいなと思ね、オリオンすごい頑張ってるよね。こんなめっちゃ上から見せたけどさ。美味しかったね。素晴らしい。今回ちなみに、とりあえず、この2つは一旦別格として、この、なんつうの、カンカンの中では何が良かったです？驚きはね、そうだな、このサングリアサワーと、あとこれかな、オリオンナチュラル。キラビは。俺とも同じような感じかな。あと、強いてプラスすれば、このキリンの特製レモンサワああ、ー。確かにね、やっぱキリン、基本的にはあんまり好みじゃないんだけど、この、なんか特別力入れてるやつは、めっちゃうまいよね。ね、7%感が全然なかった。そう。やっぱキリンさんもちゃんと、しっかりできメーるカラーですそう、ちゃんとできるっていね。うのを出してくる。あとさっきこの、なんつって美味しいって言ってた、これもね、結構面白くて、メルシャンから出してて、シャンパンの子供バージョンのやシャつ。ンメリー。あ、そう。多分あそこもメルシャンのあれでしょ、確か。わかんないけど、ごめん、間違ってたらすいません。そう。なので、結構変わったとこから出てるなーっていうの。そうね、確かにね。そう。あと、それで言うと、この2つはやっぱりちょっと、でっそうかくね、だっでったかくね。ね、ちゃんとって言うとよくないけど、すごいしっかり作られてる。お値段の方がちょっと違うんで。そうね。で、飲んだ時に、これ俺、なんつうの、この黒ビール6点って言ったんだけど、この流れで確かに6点とは言ったんだけど、やっぱ、ちゃんとクラフト系なだけあって、ビールの中で僕は黒ビールがちょっとあんまりお好きじゃないのでってので6点だったけど、やっぱここのやつ、なんつうの、どこでも買えるやつに比べると、全然もっとポイント高いなとは思った。なんで、ちょっと今は、この前話してたんだけど、ビールを、この後ビール編をやろうとは思ってるんだけど、その時はなんか点数じゃなくて、もっとランクみたいな感じでやったらどうかなっていう話もしてます。格付けでね。そうね。でもやっぱあれだよね、一番はこの人ですよね。そうね。ここれのはやっ人はぱ美めち味しい。ゃくちゃね、完成だよ。これすごい美味しいよ、本当に。これなんかリトアニアのワイン、アイスワインで、まあデザートワインみたいな、ちょっと甘いものと合わせて、デザート、さあ食後とか、まあ食前に飲むようなやつなんですけど、ものすごく、アップルワイン初めて飲んだんだけど、めちゃくちゃ美味しい。これはね、めちゃめちゃいける。デザートワインですごい甘いから、スルスルって感じではないけど、ずーっと飲める。そうね。超美味しい。なんか変に強くもないし、でもしっかり芳醇で、なんだろうな、なんか13%ぐらいなんだけど、それをあんまり感じさせずに、それはあるな。サクサク飲めちゃうワインな気がする。いや、いいものですね、これは、本当に。いやー、お酒って本当素晴らしいですよね。あとやっぱこのほろ酔いのアイスティーサワーがリプトンソーダっていう。確かに、後から話してて気づいたんだけど、確かに、紙パックぐらいそう、です紙パックのリプトン感は結構ある。めちゃくちゃある。逆に、それが好きな人はね、すごくいいと思いますよ、本当に。いやなんかほろ酔いのすごいのって、ここに書いてある通りの味をそう、ちゃんと作って出る。してくれるよね。もう、なんか想像通りだよね。ああ、そうだよねっていう味をしっかり出して。しかも、本当にこれアルコール入っとるんかなっていう確か感に。じをしっかり出してるのが。ちゃんと全部やっぱりさ、飲みやすく作ってあるんですよ、その、いや、そコンセプト通り。う。そう。それがすごいそよれはめちな。ゃくちゃすごいと思う。なんかそう、こうなんか何本もチューハイで、他のやつも飲んでるけど、基本的にチューハイばっかり今まで飲んできて思ったのは、やっぱなんかそのさ、会社によって方向性だとか、そのシリーズによってさ、テーマとかっていうのがすごい、そこの中でもちろん自分らが飲んで好みとかいろいろあるんだけど、なんかやっぱりどのテーマにもちゃんとその心意気があって、ちゃんとそれに沿ってやってるなってのはすげえなと思うよ、そう本当ね、で。なんかちゃんと研究されて作られてるのはすごい感じるよ。それはすごく思う。これはもう本当に今この企画で全部いっぱいいろんな種類を飲んでみなかったら分かんなかったことだなと思うそうね。ね、確かにもうだって70本近く飲んでるから、それで言うと、まあ、なんか、しかも、なんかすごいペースで、なんだろう、飲み比べをしてるみたいな感じだから自分の好きなものだけ飲んでたっけ、こうは分いかんや、ないそうよそう、わね。かんない。そこはそうなんよね、ね。結構ね、自分の人生経験としては面白いなと思いますよ。
それで言うとこれはちょっとね、うん、なんかよくわからんかった。まあ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 、まあ、そこはね、多分いろいろあるよね。そう、な多分ワインね、好きな人はね、あ、そう、なんかね、うんってなると思う。逆にあのワインあんまり普段飲まない人だったっけ、全然違和感なく飲めるし、逆に、うん、あ、すごい飲みやすいなって思うなっていう感じはした。なんか日本っぽい、日本ワインみたいな感じで作られてる気はするんだよね、うんうん、なるほどですね、うん、でもね、輸入ワインちょっと書いてあるそう、めっちゃ輸入ワインって書いてんだよなねえなんだろうね、なんだろうな、なんかね、白ぶどう感がめちゃくちゃ強いだよね。そう、なんか日本の、なんだろう、デラウェアとかのワインとかを飲んだ時の残、うん、味の残り方とかにすごい似てる。まあ僕はデラウェアが何年か何なのか知らないんですけどそんな感じですね、まあこれからも飲んでいくんで、はい、乾杯乾杯。